このスパ。いい攻撃だね。前よりも良くなってる。ありがとうございます。でも、アイズさんに比べたらまだまだで。自信を持って。君はこれからもっともっと強くなると思うから。アイズさん、優しいな。やっぱり僕の。どうかした？いいえ、何でもありません。バレンナ逃がしも一緒か。神様、どうしてここに？説明は後だ。今すぐ来てくれ。町が大変なんだ。助けてくれ。皆さん落ち着いて、こちらに避難を。ミノタウロス、リリー、これは一体。ベル様。わかりません。リリーが来た時にはこんな状態で。ダンジョンの外にモンスターが。ありえない。何者かが連れてきたとしか考えられないけど、誰がどうやって何の目的で。キャー！うわあ、今度は何だい。光り輝くモンスター、初めて見る。この信じがたい状況にアイズ様も初めて見るモンスター。まさかこのモンスターが元凶でしょうか？わからない。とにかくみんなの避難とモンスター討伐を。消えた。あれ、急に視界が歪んで。ベル君、僕もだ。これは一体。それになんだかすごい力に押されてます。このスパ。おい、ちょっと目を離した隙に、なんで檻の中のリザードランナーがいなくなってるんだよ！数百年に一度しか現れない幻の先行リザードランナーだから、厳重に運搬するようにってクエストの依頼人から言われてただろ！幻のモンスターだから運搬クエストの報酬も高かったんだ。逃がしたりしたらいくらの賠償金になることか！檻の鍵を開けた犯人、怒らないから正直に手を挙げろ。クエスト失敗だな。賠償金も払わなきゃならない。だが俺は公平な男。賠償金は4等分してみんなで負担しよう。しばらく貧しい食事が続くが仕方がな。私は何もしていません。見ていただけです。私は止めたのだぞ。だが止めるよりも先に動かれてしまい。じゃあメガミン、ダグネス、黙っておく約束でしょ？お前か！だってだって、幻の先行リザードランナーがどんな風に走るのか見てみたかったんだもの。こんな希少なモンスター、次にいつ会えるかもわからないのよ。今見なくてどうするのよ。何開き直ってるんだよ。好奇心で面倒なトラブルを犯しやがって。えらえら、ほうじゅえら。ですが本当に足が速かったですね。そのせいで姫様ランナーに気づいてもらえず、球根が成立しないだなんてかわいそうなくらいです。
ああ、鬱憤を晴らすため、その走りで時空を超えて別世界へ行っているという言い伝えも、あながち嘘ではないのかもしれないな。おい、お前らも悠長に話してる暇があるなら、あのすばしっこいモンスターを捕まえる方法を考え。カズマ、先行リザードランナーが戻ってきたわ。マジか、捕まえて檻の中に戻すぞ。逃がすな。って、おい、待ちやが。おい、たあれ、ここは空から人が降ってきた。このスバン、キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、ここは大丈夫？ここはアクセルの町の近くだけれど。聞いたことのない名だね。それよりもみんな無事かい？平気です。ベルは？ベル君大丈夫かい？しっかりするんだ。なんとなくだが、ハーレムの匂いがする。そもそもどうして空から、あなたたちは一体。わかりません。光り輝くモンスターが泣いたと思ったら、突然目の前が歪んで。光り輝く、ちょっと待ってください。もしかしてそれはトカゲのようなモンスターではなかったですか？そうですけど、ご存知なんですか？まさかですが、本当に足が速かったですね。そのせいで姫様ランナーに気づいてもらえず、球根が成立しないだなんてかわいそうなくらいです。ああ、鬱憤を晴らすため、その走りで時空を超えて別世界へ行っているという言い伝えも、あながち嘘ではないのかもしれないな。あの言い伝え本当だったのか？まさか先行リザードランナーがこいつらを他の世界から連れてきた？もしかしてあのモンスターのこと知ってるの？話すと少し長くなるんだが。カズマ大変！今度は空から屋内モンスターたちが！あれはミノタウロス。うい、こっちからは見たことのないモンスターも来ましたよ。ダンジョンでもないのに、もうどうなってるんですか？ベル君も気絶してるし、今戦うのは危険すぎる。とりあえず逃げるぞ！撤退だ！君たちが道案内してくれて助かったよ。屋敷に入れてもらったおかげでベル君の解放もできたからね。皆さん、ご迷惑をおかけしました。僕が気を失っていたばかりに。気にしなくていい。困っている人に手を差し伸べるのは当然のことだ。それでは改めて話をさせてもらおうか。君たちはあのモンスターのことを何か知っているんだろう？知ってるといえば知ってるが、怒らないで聞いてくれるか？それじゃあ、僕らは君たちが先行リザードランナーとやらを逃がしたせいでこの世界に飛ばされてきたってわけかい？逃がした理由がモンスターの走りを見てみたかったからなんてありえないだろ！ほんとすみません！うちのバカのせいですみません！別の世界…信じられないけど、こうもいろいろ違うとそう考えるしかなさそう。あのミノタウロスたちと共にこの世界に飛ばされてきた。そんな、リリたちは元の世界に帰れるのでしょうか？帰れるか
じゃなくて帰るんだ。当然君たちにも協力してもらうよ。先行リザードランナーをまた捕まえるのが早いだろうけど、僕たちにはこの世界のことがわからないからね。もちろん協力するよ。俺たちもあいつを捕まえないと大変なことになるからな。それじゃあこれからよろしくお願いします。ああ、自己紹介がまだだったわね。私はアクア、こっちはカズマ、そこにいるのがメグミンとダクネスよ。よろしくお願いします。僕はベル・クラネル、ヘスティア・ファミリアに所属する冒険者です。アイズ・バレンシュタイン、所属はロキ・ファミリア。リリルカ・アーデと申します。ベル様のサポーターをしています。よろしくお願いします。リリルカはまだ小さいのにしっかりしていますね。妹の米子みたいで可愛いです。な、メグミン様、リリの背が低いのはパルームだからであって、リリの方がおそらく年上ですからね。そして僕はヘスティア、ベル君が所属するヘスティアファミリアの主神さ。主神？主神って神様のことか？ああ、そうだよ。僕は炉の神ヘスティアさ。マジか、別の世界から来た上に女神とか。なんだか信じられませんね。いきなり現れて神を名乗るだなんてうさんくさいです。正真正銘本物の神様ですよ。まあ残念ながら眷属は僕一人しかいないんですが。別の世界の神か、驚いたな。あら、私にはすぐ分かったわよ。水の女神である私と同じで神聖なオーラに満ちてるもの。え、アクア様は水の女神だったのですか？と勘違いしてるかわいそうな子だよ。そちらの神様と違ってな。ちょっとカズマ、なんでヘスティアのことは簡単に認めるのよ。私だって女神なのに。それに私はアクシズ教の御神体でもあるのよ。たくさんの信者がいる私の方が神として格上なんだから。なんだって？だってあなた眷属、つまるところ信者がベルしかいないんでしょ。確かに僕にはベル君しか眷属がいないさ。でも仲間に神と信じてもらえない神様よりは格上だと思うけど。ぐぬぬぬぬ。神様落ち着いてください。今は元の世界に帰ることが。わかったわ。それならどっちが女神として格上か勝負ではっきりさせましょう。いいよ、格上なのはこの僕に決まってるからね。そうと決まれば早速勝負よ。私が格上だってあなたに思い知らせてあげるわ。望むところだ。おい、二人ともどこ行くつもりだ。先行リザードランナーはどうするんだよ。このスバッ